こんにちは、イーズミです。今日の一問一答はこの問題になります。え周波数 2π 分の ω の交流電源に抵抗 R、コンデンサー C、コイル L を直列につなぎました。この回路におけるインピーダンスを求めなさい。ということで、この中から選んでみてください。どうぞ。 ということでえ、答えは2番になります。まあもうインピーダンスの公式知ってるよっていう人はもうパッと選べるはずですよね。公式そのままになってます。じゃあ、これがどうやってできているのかっていうのを見ていきたいと思います。えまずはですね、回路に流れる電流を i イコール i 0 s i n ガ t というふうに置いてあげましょう。ね、えそうするとこれは直列つなぎなので、 それぞれの素子に流れる電流というのは全部 i0sinωt で表現することができます。ということで、抵抗にかかる電圧 Vr は、V イコール Ri という式を使って、このように書くことができますね。この式が言っていることとしては、電流がサインのタイミングでね、最大値、最小値を取るのに対して、 抵抗にかかる電圧もサインのタイミングで最大値最小値を取るよっていうことを意味しているわけです。じゃあ、コンデンサーにかかるえ電圧 VC はどうなるかっていうとえ、今度はこのように書くことができます。でえ、意味としてはまず R の部分がオメガ C 分の1になってますよ。これをリアクタンスっていうふうに呼んでいます。まあ、コンデンサーなんですけど、まるで オメガ C 分の1の抵抗を持っているようだっていうふうに考えてください。だから、えー、リアクタンスの単位はもちろんオームになります。で、えー、I0 はまあ一緒ですよね。問題はその後で、マイナスコサインオメガ T というところです。これはタイミングのずれを考えなければいけなくて、えー、直流回路におけるコンデンサーの過渡現象っていうのがありましたよね。 あれを考えてあげれば、コンデンサーというのは、電流に対して電圧が後に最大値がやってくるということなんで、サインに対して遅れてますよ。タイミングが遅れてますよっていうことで、マイナスコサインの関数になります。そして、コイルにかかる電圧はっていうと、今度はリアクタンスがオメガ L という風うになって、 えそしてタイミングとしては、電流に対して電圧が、コイルは進んでいるので、プラスコサインの関数になっているとえ。こういうふうに考えることができます。ということで、これをえ、電源電圧を V というふうに置いたとき、V は VR たす、VC たす、VL というふうに書くことができて、えこれを全部足します、ね。先ほど出した式を全部足します。 えそうすると、えー、これは三角関数の合成を使わないといけないわけですね。ということで、まずはサインの項とコサインの項にまとめます。えー、三角関数の合成の公式、a サインシータプラス b cos θ が、ルート a 事乗プラス b 事乗のシータプラスアルファという風になるのを利用します。えー、そうすると、先ほどの式はこのようになっていたので、 A に当たるのが RI0 です。そして B に当たるのがこのごちゃごちゃってした部分です。ということで、えー、赤い部分の事情と青い部分の事情のルートを取ってあげればいいので、このようにまとめることができます。I0 は共通してるんで、ルートの外に出ちゃってますね。ということで、V イコール RI という形に直すことができて、 これをインピーダンス合成抵抗っていうふうに呼んでいるわけですね。これが答えです。ただ、もうちょっとね、別の方法でも考えられるようになってほしいなっていうことでえ、グラフを書いて考えていきたいと思います。まず、電流が i イコール i0 s オメガ t っていう設定は変えずに、 電圧 VR が r i 0三オメガ T っていう風になっていたら、グラフってどういう風になるのかなっていうと、サインですから、えグラフとしてはこういうグラフになります。で、ただ、振幅はなんて書けるかっていうと、RI0 という風になっていて、じゃあ、例えば T コールゼロの時、 え、位相がどうなってるかなっていうと、位相はこのようになっています。で、これの値が RI0 ということですね。ということで、これがぐるぐる回るのをこうプロットしていくと、こんな風に波形が描けるわけです。同じように C に関してもグラフを書いていきたいと思います。えそうすると、 今度はマイナスコサインのグラフなんで、ちょうどここからスタートですね。マイナスコサインのグラフになっています。t イコール0の時は位相がこう下に向いているので、こんな感じで書くことができるわけです。じゃあ値はっていうと、オメガ C 分の1。あ、まあ、i0 ですね。オメガ C 分の i0 で書けますよと。じゃあ次、L はっていうと、こんな感じで、 今度は、えー、コサイン、プラスコサインですから、プラスの、えー、最大値から始まって、こういうグラフになるわけです。ということで、t イコール0の時は、上を向いているので、こういう位相になって、これが、違これが、オメガ Li0 という風うに書くことができるわけですね。 t イコール0で揃えてあげると、それぞれ位相がねえ、違う方向を向いているので、これを合成するっていう風になったら、お、お、はい。これを合成するっていう風になったら、えー、これをですね、全部足さないといけないわけですね。なんで、さっきのこの向きに ri0 っていう位相と、えー、それからこの向きに えー、オメガ C 分の i0 っていう位相と、えー、それから、この向きに、えー、オメガ Li0 っていう位相があったので、えー、この3つのベクトルを足していきたいと思います。えー、そうすると、まずは上下で足してあげるということで、上下で足すと、 えー、まあ、今わざとね、えー、上向きの方を大きくしているわけで、まあ、そうじゃない場合ももちろんあるわけですけども、えー、こんな風に上向きに、オメガ L 引くオメガ C 分の1の i0 という風に書くことができます。で、これとこれを合成するということで、2つのベクトルを合成するっていう風になったら、えー、こんな風にね、 え、斜めのベクトルになってくれて、長さ求めるってなったら、三平方を使うしかありません。ということで、三平方を取ってあげると、これが、え、r、これが、え、r 字乗プラス、オメガ、l、え、l 引くオメガ c 分の1の、え、字乗のルート。で、i0 というふうになるわけです。 で、あ,あ、これがインピーダンスなんだなっていう話で、え結局、この後のグラフってどうなるかなっていうと、スタートはここで、え最大値がここ。でえ、ここからぐるーっと回り始めると、振動が始まれば、こういう三角関数が書けるわけですね。ということで、これを合成した後、こんな式になりますよ。 ね、えぇ、ー、s オメガ t 引くアルファっていう風になってるわけですけども、えー、あ、引くじゃないですね。ここ足すです。オメガ足すアルファという風になっていて、ここをアルファっていう風に置いているわけです。はい。ということで、まあ、実際にインピーダンスの公式を使うっていうことは意外となくて、あのー、こういう風にね、ベクトル図を書いて考えた方が早く解けるっていうことはあるんで、 この考え方、えー、知っておくといいでしょう。今回は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので手を動かして問題を解いてそれを積み重ねていくことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。